電車で大きく足を開いて人の倍もの席を占領している人や、電車の中で携帯電話で話している人など、他人に迷惑をかける非常識な人に憤りを感じてしまいます。そういう非常識な人に憤りを感じないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。これはですね、視野を広げるってことがこう重要になってくるわけであります。時間軸、空間軸ね、視野を広げるってことです。これは一つのですね、悟りとも関係するわけですけど、皆さんの目の前でね、そういった非常識な迷惑行為をやられると怒りが生じると思うんですが、時間軸を先に伸ばしたり、または遡ったらどうでしょう。そういう人っていうのはですね、やっぱりあらゆる人間関係でそういうことをしているから嫌われてると思われるんですね。まあ、簡単に言うと、そういった迷惑行為をする人っていうのは、それが返ってきて自分が嫌われるって不利益を受けている、かわいそうな人だということができると思うんです。その瞬間だけ考えるとね、その人は他人に迷惑をかけてばっかりで他人の幸福を奪ってるみたいな憤りが生じるかもしれませんが、そういった悪い行為っていうのはやっぱ本人に一番不利益があるわけじゃないですか。まあ、それを考えるとですね、まあ、かわいそうな人だという気持ちも出てくるのかなと思うんです。そしてもう一つですね、さらに時間軸を遡っていくとですね、そういった非常識な他人に迷惑をかける人っていうのは、自分でですね、自分をそういうふうにしてしまったかというと、やっぱり生まれつきってものもあるし、生い立ちってものもあるし、その人は自分の人格を全部自分で作るかっていうと、むしろ自分自身で作れるものは非常にわずかなんですよね。まあ、そういった心理学的に検討すると、だそういうふうに周りの環境や生まれつきもあってなっちゃった人ということです。そういうふうにこう落ち着いて考えるとですね、まあ、ある意味じゃ人に迷惑をかけてしまうような人格にこう生まれつき育てられた、まあ不運な人、かわいそうな人っていう考え方もできるのかなと思うんです。まあ、これに関連して面白い話があるんですけど、要するに、まあ、同じように他人に迷惑をかけた人がいました。で、迷惑をかけられた側はですね、その時はグッとこらえたんです。なぜかというと、その人はですね、その人がまあ要するに精神的に異常だと思ったんです。あまりにもおかしかったから、まあ、簡単に言うと自分の前目の前に来てブスッつってバーッと去っていったと。ここまでおかしいことされると、要するに非常識な人っていうんじゃなくて、ちょっとおかしい人だということになって、逆に怒りが湧かなかったそうなんです。ただやっぱり怒りをこうなどっかで抑えてたんですよね。で、それでその人がバーッと去っていって、その年上のその女性と話してたと。で、その時に怒りが湧いたんです。つまりその女性っていうか、年上の女性を母親だと思ったみたいなんですよ。で、こんな何ていうか、娘に育てやがってってことで、母親に怒りが向いたそしたらその母親のところにはバーッと怒りこらえらずに行って、何なのあんたの娘はっていうふうに言っちゃったって皆さんどう思いますかでもそのまあとにかくそういうことなんで、その人がなんでそういうふうになったのかって時間軸を本当に追ってったら、まあ結局アダムとイブに行き着くわけじゃないですか。その子供、親の親とみんな悪いってなったらですね、そうすると結局我々はその他人に怒ってても、人類という一つの家族の中でそのいがみ合ってるだけだってことになると思います。アダムとイブっていう話がありますが、その現実のアダムとイブは今のところ科学の世界では20万年前ですね、アフリカのですね、ある女性、エヴァと名付けられたある女性から、まあ現在のホモ・サピエンス・サピエンス、現世人類が生まれたと、各大陸に散ってったということがあります。で、彼女の家族なわけですね。で、彼女から生まれた同胞家族の中に、常識をわきまえることができるような遺伝子で生まれて、そのような生い立ちで育った人と、そうじゃない人、これがいるんだっていうことで、まあ、そういうことです。まあ、そういうふうに考えると、これは時間軸を遡るという、視野を広げるといったらいいですかね。人類は一家、人類は皆兄弟とかどっか言ってることがありますけど、それは現実的に科学的に正しいことで、まあ、キリスト教だって、My sisters and brothers って言いますよね。我が姉妹、兄弟姉妹よって言いますが、まあ、キリスト教共同体の中で全てが兄弟姉妹ってことなのかもしれません。キリスト教の外の人たちのことを同じようにそう言うかどうかは分かりません。まあ、それはともかくとして、要するに人類は現実的には科学的には一つの同根から生まれた同族家族である。で、自分のですね、
家族がですね、電車の中でですね、大声出してたり、携帯電話、人に迷惑になるように、使ってたら、自分が恥ずかしい思いしましたよね。だけど、そうじゃなくて、他人と思うと怒りが生じるんですよね、これはどうなのかっていうことだと思います。じゃあ皆さん、どこまでが家族で、どこからが他人かってあると思いますか？どこまでが家族、親族で、どこからが他人か。法律で、法律よく知ってる方、いや、それは決まってるんですよ。六親等ってありましてねって。じゃあ六親等は親族で、七親等は親族でないと。なんで法律が決まったんですか？それは便宜的に決めたわけ。これはそう、問題ですよ。母親の中に、胎児がいると。で、その胎児を母親とは別の生命だと認識するのは出産の時じゃないですか。で、出産の時に頭まで出たらそうか、足まで出なきゃダメなのか、へそのを切った時か、どの前に殺してしまったら殺人になり、どの前までなら中絶になるのか、これは行政が勝手に決めてるわけですから、この世の世界の観念というのは、その何かつながったものをぶった切る、便宜的にぶった切って、で言葉で表現してます。で、言葉で表現すると、本当に科学的に親族と非親族の境界があるかに錯覚しますが、実際はないんですよね。でも我々はそれを認識せずにですね、まあこれは身内、これは外っていうふうに考えるようになるわけです。だから時々その中間的な存在になってくると悩むんですよね。そこはいろいろ葛藤を生じます。もう自分の問題ではないと思いたい気持ちとか、やっぱり責任取らなきゃいけないって気持ちの間で、なんで私がそれ責任取らなきゃいけないんですかと言いながらも、その責任取れて責められるとか、そういうようなことが出てくると思うんです。まあそういうものですね。ですからですね、言葉によって区分された自分と他人、や自分の身内と外っていう概念、これに我々は落ち込んでいて、でそれに気づいてないわけです。まあここには非常識な人っていう場合、非常識な他人ってことですよね。非常識な自分の息子とか、非常識な娘とか、非常識な親族って話をしてない。でここにですね、この質問に隠された一つの精神的な落とし穴、心理的落とし穴があるということです。まあブッダ菩薩ないしは、まあキリスト教によるアガペっていうのはね、神の博愛っていうのは、全ての人々は自分の家族であるってことですが、しかしそれは非常に科学的な考え方であるということです。じゃあエヴァの子孫はみんな家族なのか、いやエヴァの前の、エンジン類というかアウストラロプテクスはどうだと、いやそのアウストラロプテクスじゃなくて猿も含めた他の種もみんな同根なのかって、みんな同根だってこと、まあ、そうすると仏教みたいに全ての生き物、これは我々の家族として全ての生き物を救いましょうという大慈悲、広大無辺な心無良心ってところに突っ込んでいくわけですが、この怒りを超えた慈悲の心の働きっていうのは、その背景に知恵があるとされています。自分と他人を、自分とは別の他の存在だと区別しない知恵、自他のつながりを認識する知恵ということです。よって他に対する、他の悪行に対する怒りっていうのは、自他のつながりが理解できればできるほど、つまり心が広ければ広いほど、まあ、落ち着き、心が狭いければ狭いほど、自分単位を区別すれば区別ほど憤りが強くなるということになると思います。まあ、これが根本的な解決策です。ただ先ほどお話ししましたようにね、初歩的にはですね、この人はこういう迷惑をかける人はいろいろ損してて、本当は無知で苦しんでる、かわいそうな人なんだ、まあ、そういうふうに思ってあげた方が気を落ち着けるには早いかもしれません。で、2つ目はさっき言ったように、もうちょっと高度なやり方で全体のつながり、これを考えてあげるとですね、その人が原因でその人の悪い行動があるんじゃなくて、それはいろんな要因でその人に生じているだけ、まあ言葉を変えると罪を憎んで人を憎まずってことですかね。その罪は憎むけども、しかしその罪を彼が犯すような現象が起きたのは彼だけのせいではないっていう考え方ですね。罪と人間の区分、これは非常に難しいんですよね。だからこそ罪を憎んで人を憎まずっていう言葉があるんですが、まあブッダの知恵はそれをまあ実現しており、それは人と人のつながり、全体が一体なんだっていう世界観があるから、罪を憎むが、罪を犯した人が他の人と別ではないから、その人たちだけを憎むということはしないという高度な、まあ認識力ということだと思います。